はい、こんばんは。中学2年生、英語ですね。はい、で、今日はね、まあ、中間テスト対策ということで、教科書ね、プログラムの1の1の内容に関しましての、まあ、復習ということでございます。プログラム1の1、話題としては何かっていうと、はい、be going to の未来ということでした。はい、be going to ね、何々する予定ですという具合に、すでに決まっている未来のことね。はい、すでに決まっている未来のことを表すときはですね、はい、be going to、はい、まず主語を置いて、be っていうのは be 動詞のこと。はい、ですから、am, is, are とね、その主語によって、変化させて、going to、はい、さらには to の後、動詞原形という形で表していくということでした。はい、だから例えば、I visit Brazil ね、私はブラジルを訪れます。私はブラジルを訪問しますというね、こんな文章。はい、これを、じゃあ、私はブラジルを訪問するつもりですとね、する予定ですというふうにしてあげたい。はい、じゃあそんな時どうしましょうっていうことになりますと、はい、まず主語としては、I、はい、変わらずですね。はい、そして、be going to。I ですから、be 動詞、am ですよね。はい、そして、going to と続きますね。はい、そして、to と後、もともとの動詞、原形で使ってあげます。今回は visit って、ね、原形のままですから、特にね、問題なくそのまんま、ね、visit Brazil と、ね、いう風に続けてもらえればいいでしょう。ということでした。はい、じゃあ次、we could play soccer。はい、これをね、やはり be going to を使って、未来の文章にしてみよう。ね。はい、リクはサッカーをします。はい、こいつを、リクはサッカーをする予定ですとしてあげたい。はい、じゃあどうしましょうっていうことになりますと、はい、まず主語としては、リクね。あ、ちょっとこっちがじゃね。はい、リクね。はい、なんだ。はい、リクね。はい、リクね。はい、そして、be going to ですね。はい、ですから今回、リクなんです、主語が。はい、ですから、is だね。はい、そして、going to と続きます。はい、そしてここで注意しなくちゃいけないのは、はい、三単元の S がプレイズついてるんです。はい、ところが、はい、このさっきね、前のところちょっと見ますと、be going to、はい、to の後は動詞が原形なんだよっていうところなんだね。はい、ですからこの be going to の後、はい、動詞原形でプレイと置きます。はい、そしてその後、サッカーね、いうふうに続けてあげようということなんです。はい、Rick is going to play soccer。はい、まずはこんな具合です。はい。そしたら、今できた未来形の文章、be going to を使った未来形の文章を、それぞれ否定文や疑問文にしてみましょうっていうことなんですね。否定文や疑問文。否定文ってのは何でしたっけっていうことになりますと、ね、否定文ですね。はい、否定文。はい、否定文っていうのは、何々ではありませんということですね。はい、何々ではありません。つまり、する予定ではありませんとかっていうふうにしたいとき。また、疑問文。はい、疑問文っていうのは、何々ですか、つまり、何々する予定ですか、なんていうふうにしたいとき。さあ、そんなときどうするんだっけかな、っていうお話でした。be going to っていうことで、be 動詞を使った文章。ね。はい、ですから、例えば、もうずっと前にはね、例えば、this is a pen とかね、you are a student なんていうのがありましたよね。はい、そんなと同じように、はい、まず否定文にしたいときはですね、はい、否定文にしたいときは、be 動詞の後ろですね。be 動詞の後ろに、not、not というのを入れてあげようということなんです。はい、それから疑問文にするときは、はい、その be 動詞を、はい、主語の前に置くんだね。主語の前に置いてということですね。はい、そして答えを、ね、答えのときも be 動詞を使って答える。じゃあどうしよう。実際見てみましょう、文章ですね。はい、そうすると、I am going to visit Brazil。じゃあまず否定文にしてみましょう。これ否定文にしましょう。はい、ではありませんの否定文ですよね。する予定ではありませんと言いたい。私はブラジルを訪問する予定ではありませんとしたいんです。be 動詞の後に not、not でしたよね。はい、ですからここで、はい、書き換えますと、はい、まず I am。はい、そしてこの be 動詞の後に not ですよね。はい、でも残りは一緒ですから、はい、going to visit
はい、そしてブラジル、ね、なんていうようなところですかね。 I am not going to visit Brazil、うん、これでも not 入れるだけだね。そんな難しい話じゃなさそうですね。はい、疑問文どうしましょう。 B 動詞を主語の前に持ってくればいい。そう、前にもやはり This is a pen とか You are a student、 疑問文にしましょう。言われたら Is this a pen とか Are you a student ね、書きましたよね。はい、同じように B 動詞 is を主語の前に持ってきましょう。はい、is leak ですね。はい、is leak でも残り一緒ですから、はい、going to、 はい、play で、まあ、もともと原型になってますしね。はい、サッカー、はい、最後にクエスチョンマークつけてあげましょうということですね。はい、答えも B 動詞を使って答えますっていうのはどういうことかって言ったら、じゃあまずはいということであれば yes ですね。リク男ですから he、 はい、で B 動詞で聞いてる文章 B 動詞を使って yes he is ですね。はい、それから違うよっていうことであれば no、 はい、そしてやはり男ですから he、 はい、で B 動詞を使って is not isn't ね、まあ、短縮形を使う使わないはまたどちらでも構いませんが、はい、B 動詞を使った答えで、答えていくというようなことになりましたということで、はい、では最後に、穴埋めの問題で、まあ、仕上げみたいなところでしょうか、ね。はい、ミキは今日夕食を作るつもりです、ね。まあ、とにかく今日今やってきているのは be going to を使ってということでした。はい、ですからミキ is まで出てます。はい、is be 動詞まで出てますよ。ってことは be going to でいいのかな。フランちょうど2個だな。はい、ですから going to と、ね、入ってもらって、おーちょうどよかったぜということですね。はい、ミキ is going to make dinner today、ね。ミキは今日ね、夕食を作るつもりですということでした。はい、次、私は明日英語を勉強する予定ですということですね。まあ、やはり be going to 使っていきましょう。私はだから I だな。はい、そして I とくれば am だな、be 動詞。はい、そして going to と続けたい。お、I am going ね、3つ言葉入れたいね。ところが、おっと空欄が2個しかねえぞ。おー、詰めて突っ込んじゃべえ。じゃなくてですね、はい、I am going ね、短縮形を使いましょう。はい、I am ということで、I'm だ。はい、そしてここは going と続けてあげます。I'm going to study English tomorrow。はい、こんな具合ですね。私たちは今週映画を見るつもりはありません。お、否定文になったぞ。さっき練習しましたね。B 動詞の後に not が入ればいい。はい、we are。お、B 動詞も出てますね。ってことは not 入れて、あ、まあ B going to だから going 続けばいいのかな。お、空欄ちょうどそうだね。2個合いそうだ。はい、ですから not going という風に入れてあげた。それから、ね、明日は明日、この本を読むつもりですか？ね、疑問文だね。やはり be going to を使ってあげつつ、be 動詞は主語の前でしたよね。主語が you だから、be 動詞としては are だな。はい、じゃあその are が前に出てきて、are you となるか。で、というのは、まあだね、これね、be going to で going だよね、きっとね。で、to read this book tomorrow。ね、ということで、あなたは明日この本を読むつもりですか？っていうふうになってきたっていう。はい、ということで、まあ、以前にね、まあ、やりましたけれども、まあ、中間テスト対策ということで戻りましての、まあ、プログラム 1-1、be going to をね、今日は中心に見てみました、ということですね。であとは、この後、will があって、あとは接続詞だよね、if, when、まあ、そこら辺ぐらいまでかな、ってね、範囲としてはね、はい、ですから、そこまでをまたね、順に見ていきたいな、というふうに思っております。はい、では、今日はこんなところです。